どうしたんだ、ねずこ。図書館で大きな声なんて出して。ああ、図書館で、セーラームーンが倒れてる？むむ、むむむむむ。なになに？図書館に来たら、セーラームーンが倒れてたのか。それは大変だ。急いで救急車を呼ばないと。む、むむむ。どうしたんだ、ねずこ。むむ、む。なになに？セーラームーンの倒れてる先を見ろって？セーラームーンの倒れている先には、あ、何か紙がある。むむ、む。なるほど。これはダイイングメッセージか。セーラームーンは図書館で何者かに倒されて、その倒した犯人の名前をダイイングメッセージに記して、俺たちに教えてくれてるんだね。むむ、む。よし、ダイイングメッセージに何て書いてあるか見てみよう。ダイイングメッセージには何て書いてあるのかな？あ、ひらがなで、木って書いてある。ということは、名前に木のつく人が犯人か。名前に木のつく人。むむ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 。お、ねずこひらめいたのか。むむ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 。連れてきてくれるんだな、ねずこ。名前に木のつく人。ねずこは一体誰を連れてくるんだろう。みんな予想してコメント欄に書いてみてね。セーラームーンをこんな目に合わせた木のつく人物とは。ふむふむ。なるほど。みんなはそんな感じの予想だね。わあ、すごい。名推理だ。むむむむむ。ねずこが戻ってきたぞ。むむむむ。かまどねずこ、何の用だ？俺様の仲間になる準備ができたのか？鬼物事務山。むむ。ん？おや？図書館で誰か倒れているぞ。おい、そこの君大丈夫か？お前たち救急車とか呼んだ方がいいんじゃないか？とぼけるな、鬼物事務山。むむ。とぼけるな？お前たちは一体何を言っているんだ？鬼物事務山。セーラームーンをこんな目に合わせたのはお前だろ。いよいよ俺様はかまどねずこに連れられて今初めて図書館へ来たぞ。セーラームーンなんて初対面だし、早く救急車呼んだ方がいいんじゃないのか。犯人のくせにどこまで白を切れば済むんだ、鬼物事務山。むむ。早く自分が犯人だと自白しろ。むむ。うーむ、どうしたものか。かまど兄弟は俺様が犯人だと最初から疑ってかかってる。まあ俺様の日頃の行いだったらこんな小娘倒すの簡単なんだけど、俺様は今日さっき初めてここに来たから絶対に犯人じゃないんだ。どれだけ俺様が犯人じゃないと言ってもかまど兄弟は信じてくれない。あ、そうだ、動画を見てる君、君は俺が犯人じゃないって信じてくれるかな？信じてくれるっていう人はグッドボタンを押してくれると嬉しいぞ。お、信じてくれる人がたくさんいる。心優しいそこの君、グッドを押してくれてありがとう。あれ？遊ぶのを見てるみんながグッドを押しているということは、むむむ、今回も犯人は鬼物事務山じゃないっていうこと？そうだ、俺様は犯人じゃない。お前ら何回俺様が犯人だと疑えば気が済むんだ。ということはこの事件の犯人は一体誰なんだろう。むむむむ。事件が迷宮入りしそうになったその時、あれここは一体。あ、セーラームーン、よかった、元に戻った。あ、炭治郎君にねずこちゃん、あれ、私は一体。セーラームーン、君は図書館で倒れてたんだよ。木のつく人に倒されたんでしょ。木のつく人？それは一体誰？え、だってセーラームーンの足元に木って書かれたダイイングメッセージが置いてあったけど。ああ、このことね。この木の文字は、私、図書館で、鬼滅の刃の漫画を探しに来たの。だけど、探しても探しても、どこにもなくて、お腹が空いて倒れちゃったの。この紙に書かれた木の文字は、鬼滅の刃の漫画の木の文字よ。何を探しているか忘れないように書いておいたの。じゃあ、
このダイイングメッセージは犯人の名前じゃなくて鬼滅の刃の鬼だったの？うん、そういうこと。ズコー、なんだ、誰か犯人がいるわけじゃなかったのか。ねえねえ、二人とも、それより私お腹ペコペコ。じゃあこの近くにハンバーガー屋さんがあるからハンバーガー食べに行こうよ。むむ、わあ嬉しい、早く行こう。鬼滅の火曜サスペンス劇場セーラームーンが図書館で倒れてキャー、これにて一件落着。みんな動画を最後まで見てくれて本当にありがとう。チャンネル登録がまだの人はチャンネル登録してくれると嬉しいな。それじゃあ今日はこの辺で、じゃあね、バイバーイ。今日の鬼滅のスクラッチ、誰が隠れてるかみんなわかるかな。おしゃれでイケてる動画が見つかっちゃうかも。楽しい動画たくさん用意してるので、チャンネル登録してアソブームの動画いっぱい見るメリよ。そうそう、動画のここにあるアイマークをタッチするとアソブームの他の動画が出てくるメリ。タッチしていろんな動画を見てみるメリよ。これからもアソブームよろしくメリ。